はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極孤独と友情を知る男、究極華僑院ですね、もうすでにチェインというふうに呼ばれてるんですかね、こちらの方を攻略したいと思います。メンバーと、ステータスはご覧の通りです。ではですね、見ていきましょう。ポルインですね、最高知能、注意深く観察して、行動しよう。そして死神の世界をつけてます。次にナイフデュオですね、体力 ATK ブーストですね、ナイトラ焼けパチをつけてます。そしてシゲチですね、産物ですね、先導何も死ぬことは姉をつけてます。まあ、ね、何も死ぬことは姉をつけてるのはちょっと保険ですねとして入れてます。そして控えにはチャカですね、喧嘩と愛をつけてます。まあ、完全に、育成枠ですね。そしてフレンドにはムダディを迎えています。では参りましょう。まあ何度か、周回させてもらってるんですけど、そこまで難しいという印象はちょっと私にはなかったですね。なのでなるべくは、SP キャラですね、超降臨キャラ使いたくなかったんですが、ゲージ管理が、面倒だったので、コウタロウのアビを使わせてもらいました。ではいきますね。華僑院ですね、エリアスキル狂気、エリアに入ったユニットに対し、与えるダメージを、90% ダウンする効果を与えます。アビティですね、カウントブーストレベル1、自身の行動カウントの減少量を2にします。エメラルドスプラッシュですね、毎ターン終了時最も近いユニットに遠距離攻撃をしていきます。スマキンではないのでもうナイフでサクッとやっちゃいます。はい、見ていきましょう。ネーナですね、威圧スキル苦痛ですね、エリアに入ったユニットに対し3万ダメージを与えていきます。コマンドスキルはいいですね、ジェイガイルですね、ブワーカメカウンターでダメージを、スマッシュですね、スマッシュの発動を止め相手の移動距離を2分の1にしていきます。グレイフレイ、スピードが違うんだよスピードが、スマッシュ攻撃を避けます。ホルホースですね、ジェイガイルの旦那よ、ジェイガイルの攻撃に合わせてホルホースが追撃を与えます。こいつはかなわんぜ、ジェイガイルが死亡するとホルホースの HP が全開&移動距離 1.5 倍&コンボ数が2になるが、プラス2ですね、なるが、ダメージが 1.5 倍受けれます。俺たちは無敵だですね、登場時敵勢力全体の ATK を 1.5 倍にしてきます。再起不能になると、効果が解除されます。そして、ね、呪いのデーモンですね、よくもやりやがったなですね、コンボ数分のカウンターダメージを与えてきます。まあこれもナイフの CGS で終わりですね。もうほとんどね、ほとんどというかもう全部、あ、全部ではないですね、ほとんどナイフの CS でいっております。はい、見ていきましょう。リサリサ先生ですね、エリアスキルは知略、エリアに入ったユニットに対し3ターンの間行動カウントが増やせなくなる効果を与えています。そしてアビティですね、コンボカウンダメージですね、コンボダメージカット、相手のコンボ数の多い、コンボ数が多いほど自身へのダメージがをカットしていきます。そしてヘルクライムピラー、登場時、味方勢力全体の移動距離を2分の1にしていきます。テレンス・ディ・ダビーですね、ショックだったろう、接触攻撃でダメージをゲット、スキルゲージが1減ります。弱点ヒット時には発動しません。アイテム数ディフェンスブーストレベル10、フィールド上に設置したアイテム数に応じて防御力がアップしていきます。そしてカウントリミット、カウントが行動カウントが5以上になると自身の行動カウントを0にしていきます。そしてシーザー、行動の先読みヒットされるために自身の行動カウントが2減ります。
弱点ヒット時には発動しません。俺だってなんとかしなくちゃなーですね。死亡した時にスキルゲージをヒット数分減らしていきます。そして弾けるシャボン、ターン開始時弾けるシャボンを設置していきます。カメオですね、ヘイルトゥーユー、死亡した時にスキルゲージを3減らしていきます。カウントリミット、行動カウントが4以上になると自身の行動カウントを0にしていきます。ジョナサンですね、北風がバイキングを作った、接触攻撃を受けると敵勢力全体の ATK を 1.5 倍、プラス被ダメージを3分の2にしてきます。弱点ヒット時には発動しません。再起不能になると効果が解除されます。そしてうおーですね、仲間が死亡すると行動カウントを1減らし自身の ADK をアップしてきます。ですがもう、ナイフの CS でちょっと泡を消しつつ、サクッと終わります。ゲージは減ります、なくなりましたね。まあ、ですが、コウタロアビがあるおかげで関係なくいけます。ここもね、考えたらなんかね、攻略動画としては有効だとは思うんですけどね、そういう、まあ、美貌録として見てください。申し訳ありません。ですね、インヤバ、エリアスキルは狂気、エリアに入ったユニットに対し与えるダメージ、与えるダメージですね、 30% ダウンの効果を与えていきます。そしてアビリティですね、逃すか、行動終了時範囲内のユニットへ 120% のダメージを与えてきます。全員ナブリ殺しじゃ、登場時自身の行動カウントをゼロにして先制攻撃を行ってきます。そしてウンドゥール、シュート品、近くでスマッシュですね、スマッシュが発動するとカウンター攻撃でスマッシュの発動を止めていきます。反射音探知、このスキルを持っているユニットがフィールド上にいる限り10コンボ以上で1ヒットごとにカウンターダメージが発生します。スティーリーダンですね、ダミー人形レベル3、7ヒット目まで、自身への攻撃はダメージが1になります。アンジェロですね、いい気になってんなてめえですね、毎ターン終了時最も近いユニットに遠距離攻撃をしていきます。なのでまた泡を消しつつ、ナイフの CS ですね。もう即詰まで OK。 はい、さあ3ラウンドにやってきました。はい、3ラウンドですね、見ていきましょう。マニッシュボーイですね、スキルゲージが2分の1スキルゲージ2分の1ですね、スキルマニッシュボーイが存在する限り、スキルゲージのたまりが2分の1になります。まあ、ここでですね、シゲチの出番となるわけですが、まあ、簡単に倒せるんですけど、シゲチのね、防御無視のね、壁を作って置けばですね、マニッシュが CS 封印をしてきても安心という感じですね。さあ見ていきましょう。デュオ&ペットショップですね、エリアスキル恐怖、エリアに入ったユニットに対し移動距離 90% ダウンの効果を与えていきます。アビリティ根絶やしにすれば味方のヒット数分が5ヒット以上いかなかったら味方全体にダメージを与えてきます。アイテム数ディフェンスブーストレベル10、フィールド上に設置したアイテム数に応じて防御力がアップしてきます。アラビアファッツですね、カウントリミット、行動カウントが9以上になると自身の行動カウントを0にしてきます。灼熱の太陽、移動終了時に全範囲に 250% のダメージを与えてきます。そして上がる気温、仲間が死亡すると行動カウントがマックスになります。アイテム数ディフェンスブーストレベル10、フィールド上に設置したアイテム数に応じて防御力がアップしてきます。マニッシュボーイですね、悪夢の支配者、
夢の世界ではコマンドスキルが封印されてしまう。そしてアイテム数、ディフェンスブーストレベル10、フィールド上に設置したアイテム数に応じて防御力がアップしてきます。そして目玉の恐怖、登場時フィールド上に目玉、接触時ダメージ&、移動距離ダウンを5つ設置してきます。そして3ターン目ですね、ミートインベイントですね、接触攻撃を受けると肉片をばらまき、触れると移動距離がダウンしてきます。弱点ヒット時に発動しません。そしてアイテム数、ディフェンスブーストですね、レベル10、フィールド上に設置したアイテム数に応じて防御力がアップしてきます。そしてバニラアイス、奇襲ですね、登場時、自身の行動カウントをゼロにして先制攻撃を行っていきます。まずは足を奪った、登場時味方、勢力全員の全体の移動距離をゼロ、3分の2にしていきます。この腕が俺を刺した悪い霊がですね、近くでスマッシュが発動するとカウンター攻撃でスマッシュの発動を止めていきます。そしてアイテム数、ディフェンス部数レベル10、フィールド上に、設置したアイテム数に応じて防御力がアップしてきます。まあ、今増援で降ってきたのは全員ですね、アイテム数、ディフェンス部数持っているということですね。近くにですね、マリシュの近くにナイフがいればナイフでなんとかなるんですけども、ここは、まあファイヤーボムで消しつつですね、あっと飛びましたね。そして今のは何が起こったんだ、ファイヤーボムすら発動しませんでしたね。何が起こった、というかシゲチのが発動してないような気がするんですが、これはこれはどういうことだ。ターンが飛んだのでさっきのは分かるんですが、まさかシゲチこれだけでダメだというのか。さあ、そしてこれでマニッシュボーイを倒しましたので、あ、まだやってしまいました近くで倒さないようにしたかったのに。さあ撃ってきました。あ、今度は、いきますね。またチゲチで、倒せましたね。まあシゲチがいればなんともなるっていう感じですね。さすが防御力無視でかいですね。さあ、そして最終ラウンド4ラウンド目です。はい、では見ていきましょう。華経院ですね、エリアスキルは錯乱ですね。エイリアンに入ったユニットに対し4ターンの間スマッシュが使えなくなる効果を与えていきます。アビリティカウントブーストレベル2、自身の行動カウントの減少量が、減少量を3にしていきます。さあ、お仕置きの時間だよベイビーですね、登場時敵勢力全体の ATK を 1.5 倍にします。再起不能になると効果が解除されます。そして即すでに触脚が伸びている 60% の確率で範囲内の敵の攻撃に合わせて、遠距離攻撃で 300% のダメージを与えてきます。チャカですね、カウンター接触攻撃を受けるとカウンターダメージを与えます。弱点ヒット時には発動しません。そしてホエバ、怪奇な貨物船、レベル3、壁に接触すると、ダメージを与えます。再起不能になると効果が解除されます。そしてメッシーナですね、鍛えた呼吸、メッシーナの HP が 50% を下回ると敵勢力全員のですね ADK を50ではないですね 80% アップしていきます。そして受け継がれる波紋砲、再起不能など敵勢力全体の HP が全開になります。まあ普通はですねここで、シーザーを使
使うところなんですが、今回は入れてませんので、ソクスまでまずはチャカを倒したいと思います。この状態にして、私の場合は CS で、なんとかですね、華経院をリーダースキル込みでですね倒すことができるので、これで倒していきます。4スマの、ね、でだとなんとか、ギリギリ倒せるという感じですかね。リーザースキルが込みじゃないと倒しきらなかったというのがあります。ちなみに、攻撃力は、リーダースキル込みで83000ですね。83822です。参考になればと思います。4スマでこの、リーダースキルが乗った状態だと、乗ったじゃないですね、84000ぐらいですかね、だと、リーダースキルなしでも4スマナイフだと倒せるということなんですが、まあ5スマの人とかはもう関係なくなりますんで、まあ一応数字として、参考にしていただければなと思います。さあそして増援ですね。アブドゥル、エリアスキル苦痛、エリアに入ったユニットに対して3万ダメージを与えていきます。アビリティカウントブーストレベル1、自身の行動カウントの減少量を2にしていきます。そして魂の継承ですね、再起不能になると敵勢力全体の HP 全開 &ATK アップ、移動距離もアップしていきます。そして仲間を守るですね、一定範囲内の、仲間が攻撃を受けたとき身を挺して守っていきます。そしてジョセフですね、ロージョセフカウントブーストレベル1、自身の行動カウントの減少量を2にしていきます。そしてカラメトルイバラ、接触したユニットを停止させる、また接触したユニットは、スキルゲージの溜まりが10分の1になる、弱点ヒット時には発動しません。そして老快な策、登場時、味方勢力全体のスキルゲージの溜まりが10分の1になる。最後に、わしにパニックという言葉はない、死亡した時にスキルゲージのをヒット数分減らしていきます。いいですね。カウントブーストレベル1、自身の行動カウントの減少量を2にしていきます。砂の守り、接触攻撃を受けるとカウンターダメージを与えていきます。弱点ヒット時に発動しません。仲間を守る、一定範囲内の仲間が攻撃を受けた時身を挺して守っていきます。そしてポルナレフですね、カウントブーストレベル2、ポルナレフだけレベル2ですね、自身の行動カウントの減少量を3にしてきます。あっちは、コンボ ATK ブーストですね、ヒット数に応じてダメージがアップしてきます。はい、ではですね、ナイフ CS でサクッといっちゃいましょう。ゲージを没収されました。はい、見ていきましょう。ジョー太郎ですね、あ、このコマンドスキルはいいですね。アビリティカウントリミット、カウント行動カウントが5以上になると自身の行動カウントを0にしていきます。そしてダメだね、ヒットされるために自身の行動カウントが2減っていきます。弱点ヒット時には発動しません。そしてラバーソードですね、レロ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 ですね、10ヒット以上だと、ヒットした対象にダメージ &ATK ダウンを行っていきます。先にラバーソウルを倒さないと大変なことになるので、ラバーソウルを慎重に倒していきます。そしてジョータロウですね、もう大丈夫ですね、これでクリアできました。まあ、ちょっとねグダグダしたところもあったかもしれないですけども、無事クリアすることができました。そしてリングもね4つもらえてやったっていうところです。でですね、最後まで動画を見ていただいて誠にありがとうございました。またどこかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバダイ。